皆さんこんにちは、はじめまして、りょうと申します。今までこうして動画で喋るということがなかったんですが、今回はこちらのエースコンバット7の方をゲーム実況も初めてになるんですがやっていきたいと思います。では早速なんですが、ゲームの方スタートしていきます。そしてまずは設定の方を行っていきます。これまで通り2種類の操作方法が用意されていまして、スタンダードとエキスパート。スタンダードというのはスティック操作で機体のロールと旋回が簡単に行えるモードです。エキスパートというのは本来の戦闘機のように機体をロールさせてピッチ操作で旋回していくというモードになります。私はエキスパートでやっていきます。そして、あと音声の設定ですね。音声も日本語と英語が用意されています。で、今回かなり豪華な声優の方々が声を担当されているので、まずは日本語でやっていきたいと思います。はい、それではミッションの方をスタートしていきます。初めからですね。はい。で、難易度設定なんですが、まあ最初なんでノーマルでいきたいと思います。ちょっとムービーの間黙ります。空が何色かってのあんたには大事なことかい？私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。服用機の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがなアビー、お前にも目にしてほしいんだ。あの上の方、成層圏の青黒い空を、その手で自由に操縦するコックピットから。だがな。じいちゃんが放ってよこした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい？西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんとじいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり腕を鍛えられ、けれどフルツワモノらの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破れた。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。
上昇する。まっすぐに高度を上げ、雲海を突き抜け、空の上の方へ。ダークブルー、その入り口まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。畜生、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章だが、海の向こう、別の大陸の国じゃないか。バレた。この機体に IFF なんか積んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。集まったか。落ち着いてくれ。静かにしてくれ。はい。諸君らは国際停戦監視軍の一員として今日までこのユージア大陸の平和を維持してくれてきた。うん、今日は先ほど我が国際停戦監視軍のレーダーサイトに接近する所属不明機群を通報してきた。はい、あの右上に出てるの今回のターゲット、爆撃機ですね。はい、所属不明機による攻撃を受けたものと判断する。うん、任務を伝える。はい、このユージア大陸における停戦協定が十数年ぶりに破られた可能性がある。ほうほう。国際停戦監視軍フォートグレース基地飛行隊は本日をもって銃警戒序列に移行。出撃命令を受けた隊員は当該地域へ緊急飛行し、所属不明機の発見、捕捉、威嚇射撃をもって強制着陸せしめよう。はい、もし敵から反撃を受けた場合はその時には。うん、なんだ、爆発、煙が上がってる。攻撃を受けています。複数の所属不明機が上空に隠れ、バカだ。北部のタンクファームが爆撃を受けました。負傷者多数。スクランブル、いきなり奇襲ですか。各機は直ちに離陸し、スクランブル、はい、当地へ攻撃を行う所属不明機を排除せよ。これは訓練ではない。訓練ではない、いきなり実戦ですね。ということでやっていきましょう。で、機体なんですが、最初から使える F16 と、早期購入特典の F4 があるんですが、あ、もちろん16でいきましょう。はい、明治隊、機体の準備が整った。滑走路手前で待機せよ。さあ、実戦にいきなり投入されるわけですが、いきなりスクランブル。ゴーレム隊テイクオフ。スカイキーパーとのリンクは完了。明治隊の離陸急げ。すごい、エンジン音がかっこいいですね。うん、トリガー、君のコールサインは明治2だ。確認し、復唱せよ。明治2、はい、了解です。事態は逼迫している。じゃあ行きましょう。君の確かな腕が必要だ。本当ですよね、着任したばかりなのに。はい、聞こえたな。やっぱめっちゃ燃えてますね。大丈夫ですかね。黒煙が。容器である明治ワンと合流せよ。すごい。明治2、高度制限を解除。グッドラック。グッドラック。はい。港湾設備もひどくやられている模様。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。明治2、お前はメイジワンとエレメント組め。早速ターゲット出てきます。ゴーレム隊、行くぞ。了解。ゴーレム、了解。こちら AWACS、スカイキーパー。はい。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は。で、基本はまあ背後を取ってミサイルをロックオンして撃つと、そういう流れになります。で、敵機に近づいていくと勝手にロックオンが鳴るの でミサイル発射と。基本は2発で撃ち取ります。はい、撃墜ですね。敵爆撃機の撃墜を確認。いいぞ、メイス。やるな、メイス。まあ、これくらいはまあまだまだ。よし、トリガー、レーダーを切り替えろ。お、次の敵が出ましたね。じゃあ、向かっていきましょう。
まだ画面上には出てないのかな。レーダーを、あ、これで拡大できるんですね。はい、いただこう。ちょっと距離がありますね。あ、見えました。ターゲットって書かれてるの以外にも、防衛の戦闘機がいますね。2部21。じゃあ、まずこっちから落としていきましょうか。じゃあ、もう特殊メーションを使っていきましょう。はい。ヘゾノが、追尾能力が高いんですよね。ちょっと離れた敵でも追いかけてくれる。はい、これで仕事がやりやすいはずだ。あとはこの爆撃機だけロックオンしてミサイルを撃つと。はい、OK。 目標は撃墜を確認。レイジス、いい調子じゃないか。おっと、また洗いますね。ターゲットが来たぞ。じゃあこれも特殊ヘゾノでやっちゃいましょう。はい、もう使ってみます。で、全員機録音して一斉操作。あー、かっこいいですね。当たる当たる。 OK、 一掃。うぅ、敵爆撃機撃墜。明治戦上出来だ。明治戦、よくやった。だがまだ動きに無駄が多い。無駄が多い。ダメ出し食らっちゃいます。ちょっと厳しいですね。あ、まだ敵機は。こちら明治は2番率了解。ここもまた護衛の2部21がいるので、そいつから落としていきましょう。正面からいける、いける。ロックオンしてミサイル発射、下にかわす。 OK。 了解。隊長の範囲は私が守ります。お、かっこいいですね。守ってください。で、リスク感でミサイル発射。撃墜。はい、あ、また敵機が出ましたね。あー、向かってきてるけど、ちょっとターゲットの方に行ってみましょう。距離があるんで。無人機、何ですか。ちょっと距離があるんで、アフターバーナー全開で。でもちょっと時間がかかりますね。あ、見えてきましたね。よし、じゃあこれも特殊兵装で落とせるかな。こっち向かってきてますね。じゃあ正面からいけるかな。ロックオンしてミサイル発射。 OK、 3機いきましたかね。どこいたいた。後ろを取って、ちょっと角度が悪いんで、これで、あ、もう一発。もう一回回り込んでから、声の仲間を落としてくれたらいいんですけどね。全部自分がやってる感じですね。はい、一発良かったかな。はい、まだ赤いのありますけどね。ちょっと距離がまだありますね。洗われましたね。あー、数が多い。ちょっとターゲット優先でこれはいきますか。あー、でもちょっとこれ当たんないかもしれないですね。角度が。当たる当たる。 OK。 これで、はい、終了です。うん、まあ最初のミッションなんでね、このくらいはサクサクっといきましょう。はい、こちらのレーダーに敵なし、オールクリアですね。明日、お手柄だ。編隊長、トリガーは使えますよ。たった一度の出撃で実力などわからん。それに手柄などと欲張ったことを考えるな。辛口ですね。隊長の意見に賛成です。うん。ゴーレム隊、こちら HQ、 無人機は確認できたか。無人機なんかいなかったですよね。ゴールドマン、人を失踪して報告するよ。以上。あ、なんか無線が入ってきます。
長とデルージです。うん、国民の皆さん、なんか悲しげな声で、あ、ここで終わるんですね。はい、トリガー、君のコールタイム。基地が被った損害は現在確認中だ。分かっているのは停泊中の空母アルバトロスが撃沈された。アルバトロス、うん、来襲してきたボギーがエルジアのものだということだ。ユージア大陸各地に駐留していた国際停戦監視軍の他の基地も同様に襲撃を受けた。損害は大きい。初戦で受けた打撃を回復できず負ける戦争は多い。だからこそ迎撃に成功した意味は大きい。君たちが戦局を覆す存在になる可能性があるからな。よくやってくれた。ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。じゃあこのまま、ミッション2も行きましょうかね。はい。本日13時、エルジア王国がオーシア連邦に対して宣戦を布告しました。この直後オーシア各地に多数の軍用機が飛来し破壊活動が行われました。戦争勃発ですね。空軍省の発表は攻撃に使われたのは全て無人機であり、密かに国内に持ち込まれていた貨物コンテナの中から発信したのではないかとしています。海軍省によれば一連の攻撃はオーシア国内数カ所の軍港に向けられており、オーシア海軍の航空母艦は停泊中と建造中のもの全てが損傷したとのことです。洋上を航海中だった空母その他の艦艇については発表がありません。さらにただいま入った臨時ニュースです。南ユージアに建設中の国際機動エレベーターがエルジア軍によって占拠された模様です。なおハーリング前大統領が機動エレベーターを視察中でしたが消息は不明です。一部政府筋は今回の宣戦布告はハーリング前大統領が掲げた政策によりエルジア王国があるユージア大陸に建設された機動エレベーターに対するエルジア側の経済的不満が引き金になったと推測しています。オーシア連邦大統領府は非常事態権限法を発動しユージア大陸派遣停戦監視軍を含むオーシア陸海空軍に対し直ちに反撃準備に移るよう命令を下しました。国民の皆さん、我が国は戦争状態に入りました。繰り返します。エルジア中央放送からのニュースです。オーシア海軍の航空母艦ケストレル2の艦載機がエルジア王国の首都ファーバンティ付近に対し攻撃を行い、エルジア空軍機がこれを撃退しました。なおこの空襲中にオーシア軍機から放たれたミサイルが市街地で爆発、また撃墜されたエルジア軍機が複数住宅地に墜落したとのことです。世界はこんなだった。20年前、小惑星が砕けながら地球にぶつかった。軌道に正面向いてたユージア大陸はこっぴどく痛めつけられた。大陸で一番でかいエルジア共和国には難民が押し寄せ、国がめちゃめちゃになった。やけを起こして戦争を追っ始めたが、この戦争はエルジアの負けだ。うちの父さんが死んだのは次の戦争だ。二つの大陸の巨大国家同士が争ってうまく手打ちにしてのけたのがオーシアだった。オーシアは世界に平和と安定をもたらすのは自分たちだと考えるようになった。痛手から立ち直れないユージアの国々を救ってやろうとさえも。ユージア大陸には文字通り天へ向けてそびえる軌道エレベーターが作られた。主にオーシアの金で。提案したハーリング大統領というのは善意のつもりだったんだろうが、エルジアあたりには支配を持ち込む構造としか見えなかったわけだ。エルジアは共和国から王国に戻ってた。彼らが始めた戦争はなかなか見事なものだったらしい。宣戦布告から時を置かず軌道エレベーターにエルジア軍が吸収し、無血のまま塔を抑えた。視察に訪れてたハーリング前大統領の消息は不明。同時にオーシア各地の港に停泊していたエルジア船籍コンテナ船のコンテナの蓋が開いて、無人の戦闘攻撃機が飛び出した。無人機でここまでできるなんて誰も思ってなかった。とことん精度のいいピンポイント攻撃で軍事目標だけを叩いた。
民間の町には欠片も危害を加えずに。オーシアが軍隊を世界中に駐留しまくって嫌われてたのに対し、エルジアはクリーンに随分高得点なことをやってのけたってわけだ。私が空のドラッグレーサーで飛び込んだのはそうした真っ只中だった。私かい？生きてたさ。煙が上がるオーシア空軍に不時着し、そこで戦時航空法違反とやらで拘束された。ほんのわずかの間に戦時とかいう生きにくい世の中に変わっちまってた。エルジア王国王女ローザ・コゼット・ド・エルセス、オーシアの飛行機のためにエルジアの民間人に被害が出ています。私の通う学校も校舎が壊されました。国民の皆さん残念です。判決を与えられ貨物船に詰め込まれた。一緒なのは軍法会議で有罪の軍人たちと、懐かしいあの砂漠でモスボールされてた軍用機どもだ。何日も南下して、それから東に向かった。着いたのはここ、ユージア大陸のエルジアとは何千キロも隔たった反対側の端だ。殺風景な港には真似事の警備艇が3隻。基地だって鉄条網で囲まれて、サーチライトと機関銃が監視塔で狙ってて、ゲートには装甲車がいつも居座ってる。その砲塔は内側を狙ってた。牢獄だ。対空陣地の半分はダーミー、タンクローリーの半分も膨らませた風船、滑走路の何本かは地面に描いたただの絵だ。本物なんて一つもないまがいものの基地。私は超音速機をレストアした腕前を買われて連れてこられた。モスボール機のスクラップで偽物の滑走路に並べる何かを作れと言われた。バカバカしい。私は脱走を図ったさ。だが奴ら犬を放ちやがった。はい、ミッション02やっていきましょう。エルジア王国がオーシア連邦およびユージア大陸内に国際停戦監視軍を駐屯させる各国に対して宣戦を布告した。宣戦布告の数秒後に開始された奇襲攻撃により、大陸各地の戦力が大きなダメージを受けている。現在ユージア大陸にはエルジアに同調する勢力も現れている。大陸の大半はエルジアと同調勢力によって制圧され、我々は大陸東部に追い込まれつつある。また各国が協力し建設した機動エレベーターがエルジア軍に占領された。機動エレベーターは前の戦争の和平の象徴であるとともに、ユージアにおけるエネルギー問題の解決にも大きく貢献するものでもある。これを手中に収める者は大陸全体への影響力を持つことになる。我々はこのような目論見を見過ごすことはできない。フォートグレイス島基地飛行隊は機動エレベーター奪還任務部隊の戦闘序列に入り、先遣隊として出撃する。第一にスコフィールド高原を東へ進撃する敵部隊を攻撃、味方地上部隊反撃への妨げを排除する。あ、今回地上の敵を楽しみですね。敵は対空レーダー搭載車両複数を街道沿いに配備し警戒している。これを破壊せよ。今のところ脅威度は低いと考えられる。しかしこちらの航空攻撃により敵も航空部隊を増援することを予想しなくては。航空部隊もいるかもしれない、ね、その場合速やかにそれを撃退し航空優勢を確立せよ、うん、結構数ありますね。じゃあ今回もまあ機体がないんで16でいきましょう。
ター車両だが、対空兵器や軍用車両も存在している。目標を破壊せよ。今回はこのコックピット視点でやっていきましょう。機関施設への損害は絶対に出さないよう申し付けられている。しかし撃墜された機体が空気に落ちることはありえます。ゴーレムズ、つべこべ言うな。これが今の戦争だ。メイン主体、対空レーダー車両を確認できるか。君たちのすぐ近くにある。はい、一発でいけるかな。一発 OK、いけるね、はい、じゃあどんどん破壊していきましょう。山に隠れて高度を上げないとやんないかな。ちょっと雨だ。一旦だと旋回して地面に撃つとしないように、はい、OK、目標を破壊。あと3台だ。引き続き各自判断で続行せよ。前期敵を迎撃だ。およそ30秒後にエンゲージ。ミサイル来てますね。戦闘機か。戦闘機ちょっと邪魔ですね。落としますか。クシュ。ああ、まあちょっと今敵の地上の敵を優先します。ターゲット。はい。始末したが、迎撃機が撤退しない。すべて片付けるんだ。迎撃機。引き続き作戦を続行せよ。敵の戦力は可能な限り高い。敵の輸送機が多機種中。新しく出ましたね。ターゲット、輸送機。背中にぴったり配置。2発攻撃。入ってない。うおー、なに、なんか爆発した。え、積み荷なんか積み荷だな。ゆっくりした。なんかやばいものを積んでたみたいですね。こいつもか、もしかして。これ大丈夫、大丈夫。それはなんともない。じゃああの機体だけ、なんか今後の展開に大きく関わりそうなものを積んでたのかもしれないですね。ああちょっと待って。これは減速して後ろを取ってミサイル発射と。ガンケース、過去に視界を奪われるのは機械のミッションだ。発射レーダーの表示が不安定になる。シーケが敵に見つかってロックオンは破壊を始めた。全輸送機を閉めた。全部空の敵ですね。しかし一体何を運び込んだんだ。やっぱ一層目標に命中せず、数が多い。当たる。ミサイル。ああ、地上的な一つありました。どこ下か。ターゲット残り3分。あ、200。どういう。次は、さらに。これも、不正兵士で。UAV ってん、まさかここで無人機来ましたね。んー、こいつと戦うんですか。はい、あ、これ UAV ですね。じゃあ複数兵士を惜しみなく使っていきましょう。エリク、イラン何かから射出された模様。光線せよ。敵機である可能性が高い。いや、どう見ても敵機でしょ。うわ、なんか動きが早い。これ当たる？ミサイル。無人機ですよね、これ。ここにバンバン撃ってくる。普通のミサイルも使って。早い戦闘だ。ハイジーターンって。OK、おーっと。あいつ、あいつ見てみよう。ゴーレム1、
その話はもういい。電気を撃墜し、見えない。ちょっと太陽の中に後ろを取って、あ、近いな。あとストレス、ストレス。早い。これでいける？近いですね、ちょっと離れないと分かんない。ミサイルも来てる。減速しつつ。いける。次。ちょっと今の手が持ってない。いけます？はい。あと2機。本当ですか？じゃあちょっと自分も一緒にですね。今戦い中なんですけどね。当たんない。あ、雲の中逃げちゃう。逃げない。言われなくても残りますよ。大丈夫。真正面。あ、いつも早すぎた。しまった。火が早い。これでどういける？あー、まだだ。ミサイル命中せず。フォックス2、フォックス2。当たらない。ミサイルは当たらない。今度は特殊兵装も使っちゃうんだ。全部打ち込みました。 OK。 ナイスキル、トリガー。敵機の全滅を確認。次はもういないですか？はい。ピクチャークリア。各隊、よくやった。ミッションコンプリート。RTB。うん。死んだ奴はいないな。作戦は大成功だ。基地に帰るぞ。無事に終わりましたね。墜落した敵機で民間人に被害が出た可能性があります。つべこべ言うんじゃない。これが今の戦争だ。弾を撃てば誰かが死ぬ。そっから先のことは政治屋に任せよう。敵のレーダー車両を破壊し、航空優勢の獲得に成功した。これで機動エレベーター奪還任務の最初の障壁が消え去った。事後は他部隊と共同反撃作戦に向かう。機動エレベーターを奪い返そう。うん。はい、初回の今回はここで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。